いカレンです。はい、2024年になりましたけど、明けましておめでとうございます。遅れたんですけど、今年もよろしくお願いします。ということで、はい、今年ね、初めは、はい、シュプリームの FW23 のセールが始まったということで、今回のセールは 40% オフらしいんですよ。で、ちょっと本日ね、ウエストハリウッド行こうと思ったんですけど、予定が合わなかったので、とりあえず、ドーバーストリートマーケットで見ていきましょうか、B さん。はい。はい。ということで、今回のセールは、あとね、オンラインセールがないんですよね。あったと思ったら、ね、今のところない、ね、そうそう、12時にさ待機したんだけど全然出なくて、今のところ店舗だけっていうことなので、なので店舗に全部雑魚が集まると思うので、早めに行った方がね、いいも手に入るよね、きっとね。そうだね、そうだね。まあ今日はドーバーストリートマーケット見て、週末の方にウエストハリウッドに行きたいと思います。多分何かねあると思うのでね、キャップとか安いじゃん、はい、40% って結構高くない？でかいね。なのでちょっとね、見ていきたいと思います。本日は B さんと一緒に行きます。お、セール始まってる。はい、買ってきたんですけど、ちょっとひどくなかった。あー、セールじゃないものが多いね。そうだね、なんかあの前のシーズンドーバーの方に最初来たんだよ。その時は結構ほとんどがセールだったんだけど、今回全然ないね。パンツ全部セールじゃない。そう、なんかね、スモールボックスとかってさ全然セール入んないじゃん。まあセーターとかは前入ったけどさ、このさフーディーとか全然セールじゃないのがバーって入ってて、ほんとセールなのは一部。そう、ちょっとキャップがたくさんあったかなっていうぐらいで、ジャケットとかもセールじゃないの挟んでたし、うん、あとパンツ系か、パンツ系結構セールになってなかったね。ないね。ちょっとウエストハリウッド行ってみないと、これは同じなのか分かんないけども、ドーバーだけがこうなのか、どうなんだろう。でも今期さ 40% オフだから、ちょっとアイテムは絞ってるかもしれないね。セールのパーセンテージ上げたけど、うん、そうそう、絞ってるかもしれない。うん、アイテムが違うかもしれないです。ってことで、私たちシュプリームたくさん買おうと思ったんですけど、まさかのドーバーストリートマーケットが月曜日からセールがね 60% でさらにね安くなったんですよ。それでスニーカー買っちゃいました。そう、デビューしちゃったよ。デビューしちゃったね。初だよこれ。後で開けようか。あとシュプリームも一応買ったは買ったので、はい、ちょっとお家に帰って開けたいと思います。はい、お待たせしました、こちらです。はい、2袋なんですけれども、まあ、最初 B さんが買ったもの、はい、ちょっと見てください。じゃじゃじゃーん、スプリームじゃない、サロモンです。サロモン、ついにデビュー。で、私もサロモンです。 60% オフ、やばくない？ B さんは$220から60% オフ、私は260から 60% オフ、超お得なんですけど、まあスニーカーは後で開けます。で、とりあえず今回購入したシュプリームのアイテムはこちらです。すいません、これあのキャップで唯一いいかなと思ったのが、うん、このチェックのやつですね。これ確かピンクとかも出てなかったかな、うん、あ、ベージュとかもあった気がする。3色展開だった気がするんだけど、ピンクちょっと可愛いなと思ってて、まあ、セールでね黒買えるんだったら全然ありかなと思います。ほら、いいよね。なんでアメリカでは58ドル、58ドルから 40% なので 40% オフ、30ドルぐらい、うん、まあ、結構安いよね。ああね、ということです、ね、と、こちらも口かも見て、ちゃんと、これ結構ねクオリティいよ。ああ、今期の30ドル以上のクオリティだな。そうですです。で、あとはねシュプリーム、あともう一個買いました、こちらです。覚えてますか、この首の下にシュプリームって書いてる、カーキ感残ってるので買いました。これはカラーロゴロングスリーブトップ、アメリカだと88ドル、これから 40% オフなので結構安くなりますよね。です。まあ、ちょっとこれとキャップだけなんですけれども、まあちょっとしょうがないね。まあ手ぶらではなかったから、まあ、良かったかなって感じですかね。はい、はい、ということで次は B さんが何買ったかね、あと私何買ったかっていう感じでちょっと上げていきたいと思います。はい、初サロモンですよこれ、しかもセールで買ったから、何回かさ履いてるよねお店とかでね、うん、で履きやすさは全然分かってたんだけど、うんうんうん、なかなか買うっていうにはなってなくて、うん、ついに買っちゃったっていう感じです。うん、
60% とか高いの。やばい、88ドルぐらい。得すぎ。うん、新品で100ドルも切ってないから、うん、まあ、日本円にしたら1万円ちょうど。ちょっとぐらい、ね、安いよ。履き心地最高だし、最近こういうの流行ってるから、うん、まあまあ、まあ贅沢言ったら秘伝のやつ欲しいけど、うん、まあ、まあ、あれもグリーンだから合わせづらいよ。合わせづらい。これもあの、いいじゃないね、普通にあのシェルで買えたし、ガシガシ履いてください。履いてもうジムとかで、うん、履いてみたら。あ、オッケー、履いてみてください。あ、履いてみる、うん、あ、オッケー、じゃあちょっと足に。こんな感じだね。おおしゃれでしょ。はい、ちょっと見せて、横ベースがこのロックになってるから。おお、いいですね。履き心地が良くて。ジョーダン卒業じゃない。もうこれ履き心地悪いマジで。これとかもうこういうのにさハマっちゃったらもう戻れないんだよね。そうだね。ホカとかさ、そういうニューバランスとかさ、アシックスに行っちゃうと、うん、あ、よかったじゃん、いい買い物でした。いい買い物や。はい、じゃじゃーん、こちらです。ちょっと私は箱が大きめなんですけれども、何を買ったかというと、ちょっと P さんとは違う形です。ちょっとブーツっぽい形です。はい、いくらだったかな、見ようか。すごい、タックス入れて113ドル88。 ありえないな。ありえない、ありえないですわ。正解者260だから税込みで280ぐらいです、ね、ありえない、ありえない、びっくり。ってことでちょっと履いてみようかな。かっこいいね。履いてみますよ。私、もうジョーダン卒業かもな。いや、できないでしょ、ジョーダン。これ、ブラックセメントずっと履いてるよ。いや、絶対ブラックセメントの方がいいでしょ。まあね。まあまあまあ、そんなこと言わない。これ名作だから。これは名作。なんか ブーツっぽくておしゃれだね。ブーツっぽくてね。なんか B さんと同じようなタイプ欲しかったんだけど、で、サイズが合わなくて。ああ諦めてたらレジ近くに、え、これもあるって言って入ったら、かわいいじゃん意外と、とさ、ここかわいいの見て、よいしょ、ここちょっとね、ここがねきついんだけど、締めたらすごいシュッとして綺麗ですよ、うん、見てどう、うん、合わせやすいの黒だから。そう、意外となんかこうパンチ合わせて、うん、サロモンだね。いいね。スラッとサロモンね。いや、歩きやすいね。なんかもうみんなが言ってた意味が分かった。これ歩きやすい。もう三つ目しやすい、これって。サロモンだね。いいです ね、まあ、ね。ちょっとこれはごめんなさい。やっぱり天と地の差ですね。この履き心地は。やっぱジョーダンより履きやすい。当たり前でしょ。でも私やっぱジョーダンだけどね。こちらワンピースとかありますね。でも可愛い感じ。可愛いでしょ。そうか。だから時代サロモンだね。みんな履いてるね、やっぱり、ね、ピースとかでみんな並んでんでしょ、サロモンのコラボで。コラボとかで、ね、今までなんかラッフルとかさ、あの参加はしたんだけど、なかなか当たらなくてね、うん、もうなんかもういいやと思ったらセールで見つけたから、まあ、セールだったら、ね、セールだったらあるかな。まあこれ履いて他にいいのがあったら、まあ、まあ他の買おうかなって感じです。まあコラボで買おうかなみたいな、はい、なんか出たら、はいはい、皆さんいかがだったでしょうか。今回のね、シュプリームのセールなんですけれども、思ったよりも厳しいかもしれないです。 40% オフということで、久しぶりに来たと思ったんですけれども、アイテムが少ないですね。で、ウエストハリウッドの方に行ったらまたね、購入するとは思うので、その時にどんな状況かお伝えしたいと思います。とりあえず US の方はそのスモールボックスをね、はい、あのセットアップの方はセールではなくて、あとはゴアテックスのちょっとツルツルした感じのセットアップも、あれも対象ではなかったです。はい、あとはチノパン、うん、とかってさ、昔よくセールになってたじゃん。なってたね。でもね、今回ね、あのここはないですよってもう完全に言われたから、ないと思います。ないと思うよ。なんかね、コラボのパンツとかはセールになるかもしれないけど、他のレギュラーのね、ちょっと売れ残ってるやつはね、セールになると思うけど、チノパン、ワークパンツ系は厳しいかと思います。厳しい。本店ありかもしれない、うん、去年も本店はあったけど、ドーバーなかった感じじゃなかった。去年、前のシーズンはあの本店あったよ。あったでしょ、パンツあったけど、ドーバーなかったね。あとは、うん、その前々のシーズンの時はチノパンとかワークパンツ対象ではなかった、うん、で、私それで引っかかって、なんで
えみたいなことあったのね。フルプライスで、そうそうフルプライスで出てしまったので、そういうのもあるので、ちょっと店員さんによく聞いて購入した方がいいと思います。多分日本の方は丁寧だから色教えてくれると思うんですけど、アメリカは本当に一点一点もし購入される方がいたら店舗で聞いた方がいいですね、はい、最近あのシュプリーム購入した後リファンドができなくてギフトカード制になってるんだよね、はい、だから買った後リファンドはかなりリファンド、リターンとかはね厳しいと思うので、購入前にしっかりチェックしてください。本当にできないでしょ日本は。いやアメリカも昔はね間違いで買っちゃったとかやったらすぐお金返してくれたんで、ね、今はもうないよ、カードで渡される、ギフトカード、ギフトカード、ギフトカード前もらったんでちょっと捨てちゃった、可愛かったあのビジネスカードみたいな、そうそうあるんです、なので注意してください。はい、はい、って感じで今回はここら辺で終わりたいかと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねバーイ。